はい、そしたら今度はワークの30ページを使っていきましてですね、教科書の方、学校の教科書の方のね、内容の方を見ていってみましょうということでございました。はい、難しいね。はい、基本文読んでみましょう。はい、What do you want to study? ね、はい、What do you want to study? あ、結構ね、ここの want to to がくっついちゃってね、want to, want to, want to なんていう風にね、読んでしまうことも多いかな。はい、What do you want to study? はい、それから I want to。 あ、だからここもちょっとつなげて読んじゃうか。で、I want to study home economics ということでした。さあ、なかなかこう言われても意味がわかりませんということで見ていってみましょう、ね、はい、まず What What ってね、何っていう意味があったね。 What には何です。はい、そして Do you、 まあ、You っていうのはあなたはね、あなたはあなたは。はい、そして Want Want っていうのは例えば、まあ、辞書を引きますでしょ。そうするとね、欲しいとかっていう意味が出てるんです。欲しいという意味で、ね、出てるんですが、ここではね、実はね、ちょっとね、違った言い方でね、ここね、どっちかっていうと Want が単発というよりも、このね Want to Want to Want to、 これでね、ひとまとまりにしてね、何々したいという意味ね。ちょっとこれは不定詞と言いましてですね、もうなかなか高度なね、ものなんだけれども、はい、この want to でしたいです。はい、そして study。study っていうのは勉強する。ね。はい、勉強するという意味です。そうしますと、なんとなくですが、日本語が見えてきません。what do you want to study? ね。はい、ということで、はい、あなた。ね、このね、訳としてはね。はい、あなた。まず主語ですよね。はい、what? 何を？はい、何を？したい、勉強。ね。はい、ということで、はい、勉強、したいですかね、なんていうふうに聞いて、あ、これ、鍵かっこっていうか、かっこが強い。はい、ね、というふうな日本語になってきた。はい、What do you want to study? What do you want to study? ね、いうふうに聞いたんです。そしたら、何勉強したいかって聞いたから、おお、私は何を勉強したいぜよっていうことで、I want to study home economics。I っていうのは、私は。ね。で、今、want to 一緒。何々したい。study 勉強する。同じ。はい。じゃあ、これなんだろう。home economics って何かなっていうことですね。はい。home economics でね、家庭科という意味があるんですね。はい。家庭科ですね。家庭科。はい。ですので、ね、あなたは何を勉強したいですかということに対して、はい。私は、ね、まあ、繰り返しにはなりますが、ホームエコノミクスですね。はい。ということで、はい。家庭科。はい。家庭科を、はい。勉強。うん。勉強。したいですとね、いうふうなね、意味で取ってきたということでございました。ね。はい。ですので、例えば今、ホームエコノミクスですが、ここをちょっとほら、ね、他の教科に変えてさ、どんな、何を勉強したいですか？まあ、家庭科だけど、学校でさ、例えば国語、算数、理科、社会等々あったりするわけですよね。はい。ですので、じゃあ、例えばですが、はい、English ね、English、English ね。はい、English、英語でしたよね。はい、English が英語でしたね。はい。ですから、じゃあ、私は英語を勉強したいです。ということであれば、I want to study English と言ってあげればいいわけだし、はい、Japanese、Japanese って何だか知ってます？はい、まあ、日本語、または国語ということでね、取っていこうか。はい、ですので、Japanese で国語です。はい、私は国語を勉強したいです。はい、I want to study Japanese ね、I want to study Japanese ですよ。はい、must って何だろう。はい、must ってね、算数です。算数ですね。はい、ですので、はい、私は算数を勉強したいです。I want to study math. I want to study math ですね。はい、それから、science。science って何だろう。はい、理科ですね。はい、ですので、私は理科を勉強したいです。ということであれば、I want to study science.I want to study science とね、いうふうに言ってあげるということでございました。ということで、ワークの方は30ページを使いましてですね、勉強したい教科について尋ねたり答えたりできるようにしていこうというのがテーマということでございました。ね。で、ホームエコノミックスなんてね、家庭科のね、なんかいきなりちょっと難しいのが出てきちゃってますけれども、例えば、イングリッシュ、英語、ジャパニーズ、国語、マス、
算数、サイエンス、理科なんていうところはね、ぜひとも覚えてみてくださいということでございました。はい、じゃあ今日こんなところです。また。